はいどうも、趣ゼロの郷土人員セロリ高幸です。お願いします。というわけで今日も始まりました、暇を有効に使ったフットボールラジオということでやっていきたいと思います。で、今日なんですけど、今日は J1 リーグの第3節の試合感想ということで、京都サンガ FC vs FC 東京の試合を中心に、他の J1 リーグの試合とか、今週ね J2 リーグ J3 リーグもあったので、そこら辺についても触れていけたらいこうかなと思っております。まあ J1 と J2 は3節までね試合が終了してるんですけれども、 J3 は今週が開幕戦ということで、やっとねこれで J リーグのカテゴリーすべてがスタートしたということで、ここからね熾烈な昇格争いとか残留争いとかが繰り広げられていくと思うんですけれども、まずは J1 リーグの方から話していきたいなと思っております。まあ J1 リーグ、今回ね3節が終わって3連勝したのはヴィッセル神戸のみということで、意外とどこのチームもなかなか勝ち点を取り逃してしまったりとか、勝てなかったりっていうのが多い中で、神戸だけは圧倒的に力をつけて連勝しているあたり、本気で優勝を狙ってきてるなっていうのがあるよね。まあ神戸戦についてもね後で話していけたらなと思うんですけれども、まずは京都サンガ FC vs FC 東京について話していけたらなと思っております。まあこの第3節、京都サンガは開幕から連敗、そしてノーゴールと厳しい船出となっていた中で、ホームに FC 東京を迎えて戦っていくという感じで始まった第3節。まずはゴールを奪って今シーズン初ゴール、そして初勝利を狙っていってほしいなっていうのがあったよね。対してアウェーの FC 東京は開幕戦浦和を相手に2対0で勝利、そして2節のレイソル戦は引き分けで迎えるこの試合、前節は試合が荒れてイエローカード6枚、退場者1人となった中で、まあメンバーの入れ替えがね絶対余儀なくされるっていう状況で迎えた試合っていうのがあったかな。で、両チームのスタメンを見ていくと、まずホームのサンガは前節からまた多くのメンバーを変更させて迎えたこの試合。名古屋戦は3バックでのスタートやってんけど、今回は4バックでスタートやったね。ディフェンスラインは大きな変更はなかったものの、中盤のところに武田選手が復帰、福岡選手もスタメンに戻ってきた。そしてね2列目のところに山田選手と木下選手を起用していましたね。豊川選手、そして一味選手の方は名古屋戦少し足を痛めていたっていうのもあってベンチ外、まあパトリック選手を中心に戦っていく中で、2列目の選手でいい相棒がこの試合で見つかるのかっていうところにも注目やったし、サブには八千田選手、山崎選手、木村選手といるので、前線の選手はねもう体力面気にせずにガンガン飛ばしていこうっていうのが目に見えてわかる試合やったよね。で、アウェーの FC 東京のスタメンを見ていくと、長友選手と森重選手というベテラン2人がスタメンで出場、中村選手が前節退場してそこに長友選手が入ってきたっていうのがあったかな。で、中盤にもアンダー20の代表招集中で松木選手はいないものの、東選手、塚川選手、小泉選手と安定感のある選手が揃っていたし、なんといっても攻撃陣、ディエゴ・オリベイラ選手、アダイ・ユートン選手、中川選手の3トップ。ここの攻撃力の高さはリーグ屈指やし、気をつけへんといけへんなーっていうのが試合前に思っていたことかな。そしてそんな感じで始まった前半なんやけれども、立ち上がり、早いプレッシングやなって思っていた中で5分、サンガの山田選手がカシーフ選手からボールを奪って、そのままスルーパス。パトリック選手のグラウンダーのクロスに木下選手がおしゃれなヒールで流し込んでネットを揺らし先制かと思ったんですけれども、まあ、山田選手のねボールを奪ったところのタックルでファールの判定ということでゴールとはならず、まあ、ネット揺らしたしめっちゃ綺麗な速攻やったからゴール決まった時うおーってなっててんけれども、思いっきりねボールじゃなくて体にぶつかっていってたっていうのもあってファールを取られちゃった。ただいい立ち上がりやなっていうのがあったよね。で、FC 東京もプレッシングでテンポの速いサッカーをする影響もあるのか、かなりスピードのある試合展開やったよね。で、サンガの開幕戦から2試合を見ていた中で、この3試合目が一番早いサッカーをしていたなっていうのがあったね。ただ FC 東京の方も15分を過ぎた時間帯くらいからそのスピード感に慣れてきて、サイドから攻撃を作るシーンが見られてました。まあ左サイドのアダイユートン選手のところからチャンスを作ってシュートを打っていくシーンを見せていたので、さすがに対応早いなっていうのがあったよね。で、前半23分、サンガのシーンやねんけれども、左サイドの木下選手から武田選手、そしてパトリック選手の足元にパスが入ってカットインシュート。強烈なシュートやってんけれども、これがねポストに当たってゴールとはならず、まあ、前半からめちゃくちゃゴールの匂いを漂わせていたサンガがゲームを支配し始めてきている感じがあったのと、ここら辺で点取ってほしいなっていう気持ちもあったよね。ただ本当にめちゃくちゃいい立ち上がりやったし、木下選手と山田選手が効果的にプレスをかけていたっていうところ、本当に前からのプレスではめ込んでいって、もうロングボール蹴らして中盤の選手とかセンターバックの井上選手とかが
きっちりと回収するっていうのが前半から本当に試合終了間際まで徹底されていたよね。で、ここから少し試合は膠着していくんやけれども、FC 東京の陣内でボールを回させて、ロングフィードを回収していく京都さんが、それに対応してシュートまでは持っていかせない FC 東京って感じで試合が進んでましたね。で、前半の40分のシーンやねんけど、サンガと FC 東京のボールの奪い合い、サンガが攻撃のベクトル、FC 東京が守備からのカウンターのベクトルで、まあ結果的には川崎選手のファールで、試合が止まったんやけれども、あのシーンのボールの奪い合いはもうプレッシングの激しさ、ここをサボったりしたら1点取られてしまうよっていう明暗を分けるような試合のシーンやって、お互いがね負けじとボールに向かっていったっていうのがあったので、それはねすごく見応えがあったね。そして前半は0対0のまま折り返すことになったよね。決定機を多く作っていたのは京都サンガで、我慢の前半となったっていう印象があったのが FC 東京。まあサンガに関してはこの前半で1点取れへんのかっていう感じの内容やったし、立ち上がりの木下選手がネットを揺らしたシーンとか、パトリック選手のカットインからのシュート、まあどっちかがゴールに入っていたらっていうのはあったけれども、基本的に FC 東京の陣内でプレーをしていて、カウンターとかで仕掛けてこられる場面もあったものの、井上選手がきっちりとボールカットで攻撃を抑える場面が目立っていたっていうのもあって、ビッグチャンスを作らせなかったっていうのは大きかったよね。対して FC 東京の方は守備に追われる場面が多くて、あまり攻撃陣のところにボールが入っていかなかった印象。そんな中でも中川選手が少し落ちてきてボールを奪ってカウンターを仕掛けるシーンが何回か見えていて、我慢の時間帯が多かった中でしっかりと攻撃の形は見せていたよね。で、後半に入るまでに修正はしてくると思っていたので、どうやってサンガのプレスをかわして自分たちのサッカーを見せてくるのかとか、選手交代などを駆使しつつゲームを握っていくっていう展開をどう作っていくのかっていうところに FC 東京の方は期待してたかな。で、これは両チームに言えることやってんけれども、この試合展開で0対0で終わることはなさそうやなって思っていたっていうのが俺の中であって、まあ後半どっちが主導権を握るのかとか、ゴールを奪うのはどっちなのかっていうところに注目してましたね。で、両チームともに交代はなしで後半スタート。立ち上がりはやっぱりターゲットを使って試合を組み立てようっていう雰囲気があったね。 FC 東京はディエゴ・オリベイラ選手、サンガはパトリック選手にボールを集めていく立ち上がり。後半最初のチャンスを作ったのは FC 東京やった。シュートこそ打てへんかったものの、前線でボールを奪って中川選手に通ってエリア内まで持ち込んでいったっていうところ、サンガのミスから決定機を演出したっていうのがポイントやったんじゃないかな。ただそのピンチの後はチャンスっていうけれども、その後すぐにカウンターで京都サンガもオフサイドやったけれども、パトリック選手が抜け出してキーパーと1対1まで持っていってシュートっていう感じで、両チーム縦に速い攻撃を後半の立ち上がりから見せてきてましたね。で、最初の選手交代は FC 東京、中川選手に代わって田原積田選手を投入。中川選手は本当にカウンターの起点にはなっていたし、攻撃のね中心っていう感じやったんやけれども、怪我明けってこともあってここで交代、高卒ルーキーのね田原積田選手を投入してきたっていうのがあったね。で、後半は前半と違ってFC 東京も序盤は攻撃を仕掛けるシーンが増えている立ち上がりやって、何本か前線のディエゴ・オリベイラ選手に収まるシーンがあったり、ペナルティエリア内に入っていくシーンを見せていましたよね。そして 0-0 で試合が進んでいく中で、後半18分にサンガは2人の選手交代、武田選手と山田選手を下げて金子選手と八千田選手を投入。武田選手はやっぱり攻守両面で中盤に安定感を与えてくれてたし、後半の立ち上がりの接触シーンがなかったらもうちょっと交代は後やったんじゃないかな。攻撃の面ではパスでタメを作ってくれてたり、守備の面では前線にもチェイシングに行くし、アンカーの位置まで戻ってボールを奪うっていう感じで、本当にねめちゃくちゃ運動量のある選手で、90分このプレーはさすがにできひんなっていうのはあったんやけれども、もうちょっと見たかったよね。で、山田選手の方は素早いプレッシングで攻撃にも貢献していたし、守備にも貢献していた。まあ次節もねスタメンとかで出てくれるんやったら期待したいなっていうのがあったよね。で、まあ代わりに入った2人にも同じようにねハードワークで攻守に関わってほしいなと思いながら見てました。で、その直後65分にサンガは若原選手のキックから裏でボールを受けれた木下選手がシュート。鋭いシュートやったんやけれども、サイドネットとゴールとはいかへんかった。そして68分 FC 東京が2度目の選手交代、アダユートン選手に代わってペロッチ選手を投入。なかなか攻撃を仕掛けられていない中で前線の選手を変えて活性化させようっていう感じの交代やったよね。ただこの交代の後は徐々にサンガがゲームを作って
ていった中で75分セットプレーのチャンスから1回目はクリアされてサイドに流れたもののそれをすぐに拾ってクロスボールに最後は川崎選手がヘッド。これが決まって1対0。本当にね、決まってよかったっていうのがあったよね。大外待ち構えていた川崎選手、前半からね攻勢を仕掛けて仕掛けて何度もゴールを狙っていた中でついに試合を動かして先制。まあ VAR チェックとかもあってハラハラしたもののゴールが認定されて、サンガの今シーズン初ゴールは若きキャプテン川崎選手ということになりましたね。でリードを奪われた FC 東京は最後の選手交代、長友選手と塚川選手を下げて新井選手と寺山選手とまた若い選手を積極的に使って流れを取ろうとしてきてましたね。でその直後から FC 東京はコーナーキックからのセットプレーとかサイド攻撃でチャンスを演出していて、まあ追いつくための交代をしてサイドを活性化させてきたなっていうのがあったよね。でサンガの方も福岡選手に代わって井岡選手を投入して守備的選手を入れて勝利をつかみ取りに行く交代をしていたんやけれども、ただ受け身になりすぎると FC 東京が自由に攻撃を仕掛けていく場面が増えると思ってたから、まあ攻撃は諦めないで前線からのチェイシングしっかりと行ってほしいなと思いながら見てましたね。ただその不安はね最終的にはなかって、しっかりと最後の最後までリードしてからも継続してくれていたよね。アグレッシブなプレッシング。本当にそこが完璧にはまっていたなっていうのがあったよね。で、そんな中で88分、前からのプレッシングが功を奏するんやけれども、右サイドの仕掛けから八千田選手と白井選手が前線でボールを奪いに行って、入れ替わったところでファールを獲得して PK。もう相手の陣内のところまで2人がボールを奪いに行くっていうところが、88分になってできるっていうのがすごいよね。でサンガがね追加点のチャンスを得た中でキッカーはパトリック選手、強烈なシュートを決めて2対0。まあコースは読まれたものの早いシュートでネットを揺らして嬉しい追加点。ここでの2点差は本当に大きかったと思うし、勝利に向けて大きく前進する PK 成功でしたね。でまあ91分にねサンガは木下選手を変えて山崎選手を投入。これはもう勝ち切るための交代やったし、木下選手はサンガのデビュー戦でめちゃくちゃいいプレーを連発していたので次節以降もね見ていきたいなって思う選手でしたね。最後は FC 東京に押し込まれる場面はあったもののしっかりと無失点で試合を終わらせて今シーズン初勝利を京都サンガが手にしたゲームとなりました。まあ前半から FC 東京相手にゲームを支配していたし、サンガの方は後半に疲れも溜まってきて苦しい時間帯もあった中でキャプテンの川崎選手がゴールを決めてくれた。これがモチベーションをグッと上げる展開やったと思うし、88分っていう時間帯で前線からボールを奪いに行って PK を獲得するプレーを見せるっていうのは、最後まで自分たちのサッカーをやりきったサンガが内容と結果両方ともしっかりと出して手にしたっていう第3節やったんじゃないかなっていうのがあるかな。で対して FC 東京の方は立ち上がりに受け身になってしまったっていうのもあった中で、前半は我慢の時間帯となってカウンターを駆使してゴールに襲いかかっていたものの、なかなか自分たちのいいプレーっていうところとか時間帯を作ることができひんかったよね。で1点を取られてからはサイドから攻撃を展開させてチャンスを作ろうとはしていたものの、ゴールは奪うことができずに FC 東京からすると本当に悔しい敗戦っていう感じやったんじゃないかな。でまあサンガの方は今週ね水曜日にルヴァンカップも始まってリーグ戦とカップ戦も戦っていく。でリーグ戦の方はアウェーで湘南ベルマーレと対戦することになってるんよね。湘南は本当に開幕戦に5点を奪っているっていうのもあるし、横浜 FC そして第3節の今週の試合では川崎フロンターレを相手にドローと未だ負けのないクラブが相手なので、 FC 東京戦から中3日でガンバ大阪戦、そして中3日で湘南ベルマーレ戦と続いていくっていうのもあるので、勝利をねしっかりと届けていってほしいなっていうのがあるかな。というわけで FC 東京と京都サンガの試合についてはこんな感じかな。でまあさっきも話した通り湘南ベルマーレはね川崎フロンターレに1対1やってんけれども、まあ、去年もね川崎を相手にシーズンダブルをしていた中で先制点を奪っていたし、まあ前半ね1時からのゲームやったからサンガの試合が始まるまで見てたんやけれども、本当に湘南がねビッグチャンス連発させてて、あやっぱ今年の湘南違うなっていうのを見せつけるようなね試合内容でしたよね。町野選手の立ち上がりのシュートとかも本当にディフェンダーにブロックされたもののサイドからの崩しっていうのは完璧やったなっていうのがあるし、ただその中で川崎が先制されたものの追いついてきたっていうのはやっぱり力のあるクラブやなっていうのもあるし、苦しい試合展開の中でしっかりと勝ち点1でもいいから拾っていくっていうのをしてきたっていうのは王者奪還を目指
座しているだけあるなっていうのがあったよね。で、他にもね、浦和レッズ VS セレッソ大阪とかは、浦和のね、駒場っていうところで試合が行われてたんやけれども、めちゃくちゃ久しぶりに行われたみたいやし、そんな中で浦和は連敗していたものの、セレッソ大阪を相手に逆転勝利。1点リードを奪われた中で、2対1にして後半で、しっかりと勝利を手にしたっていうのもあって、J1 はね、これで勝ち点0のチームがいなくなった。今年もね、上位から下位まで差がなかなか出てこないようなリーグになるんじゃないかなっていうのがあるよね。まあ今のところね、負けてないチームっていうのは結構あるんやけれども、3連勝してるっていうのはヴィッセル神戸だけっていうのもあるから、ここから神戸はどこまで連勝を積み重ねていけるかっていうのもあるし、まあマリノス、湘南、そしてアルビレックス新潟、この4チームがまだ無敗っていう感じなんやけれども、その無敗のチームがどこまで無敗を継続できるのかっていうところにも注目していきたいなっていうのがあるかな。で、逆にね、まだ勝てていないのがレイソル、広島、札幌、ガンバ、セレッソ、横浜 FC ということで、こっちは6チームも勝ててないチームがいるっていうのもあるから、まあ引き分けでね、勝ち点は獲得しているものの、今シーズン初勝利はいつになるのかっていうところも気になるところかなと。まあこんな感じで J1 リーグについて話していったんですけれども、まあ J2 の方もね、すごく波乱が巻き起こっているっていうのがあって、まあ J2 も3連勝したのは大分トリニータだけ。まあ大分はね、本当に安定した守備からの攻撃で開幕戦から3連勝、これは大きいなと思ってるし、清水が3節で3引き分け、結構やっぱ J2 で苦しんでいるなっていう感じやし、まあ選手自体はね、めちゃくちゃいい選手が揃っているっていうのがあるから、あとはここの J2 の波にどれだけ飲まれないようにするかっていう感じなんやろうけれども、この長崎戦もね、最後の最後にディサロ選手がゴールを決めて追いついたっていう感じの中で、まあ第3節までで勝利するやろうなと思っていたから、やっぱり J2 は分からへんなっていうのがあったよね。で、個人的にはね、藤枝とかいわきの J3 からの昇格組、ここがね、頑張っていってほしいなっていうのがあって、藤枝はね、第1節第2節とね、勝利してたんやけれども、いわきがまだね、 J2 で初勝利を挙げれてないっていうところ、ここはね、早く初勝利挙げてほしいなっていうのがあるかな。で、まあ他にもね、J3 の方も開幕して、J3 はね、まださすがに全然見れてないんやけれども、試合結果だけ見た感じだと、岩手が5点を奪って、開幕戦スタートダッシュ決めたんじゃないかなっていうのがあるし、昇格組のね、FC 大阪、そして奈良クラブ、両方ともね、開幕戦は落としてしまったっていうところ、まあ奈良は松本山川を相手に2対0で、結構やられちゃったんかなっていう中で、FC 大阪は先制してたんよね、鹿児島を相手に。で、後半の最後の方までリードを奪っていた中で、44分と46分っていう時間帯にゴールを奪われて逆転負け、これはね、本当に悔しいやろうなーっていうのがあったし、この逆転負けが響かへんようにちょっと気にしすぎないようにしてほしいなっていうのがあるかな。で、まだね、試合とかは見れてないけれども、相模原はね、戸田さんが監督をしているっていうのもあるから、すごく気になっているチームやし、 J2 からの降格組っていうところ、まあ岩手と琉球共に勝利しているっていうのもあるから、第2節第3節とどういった戦いを見せるのかっていうところにも注目したいなっていうのが J3 の方にはあるかな。というわけで、今回は J1 リーグ J2 リーグの第3節、まあ、J1 は京都サンガ FC VS FC 東京の試合感想を中心に話していったし、 J3 リーグの開幕戦についても触れていったということで、これくらいで終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。